MLB、ジャイアンツ、ドジャース、日本時間30日、サンフランシスコ。ドジャースの大谷翔平投手は29日、日本時間30日、敵地でのジャイアンツ戦に1番、指名打者で先発出場し、3回1死で迎えた第2打席で2試合ぶりの26号ソロを放った。直近12試合で9本目となり、リーグ本塁打2位のマルセル・オーズナ外野手、ブレーブス、 2号本差しをつけた本塁打は自己最多50発ペースとなった通算打点は499日本選手3人目の500打点エアと1とした大家のバットが止まらない右腕ハワードがカウント1月2日から投じたスライダーを捉えたサンフランシスコの空に描いた鮮やかな放物線高々と舞い上がった打球はセンター奥に消えた 今月12本目のアーチに敵地はどよめきに包まれた。打球速度109.7マイル、約176年5月キロ、飛距離412フィート、約125年6月メートル、角度35度の一撃だった。28日、同29日の同カードは3打数1安打。第1、第2打席では、チャート上ではボール球がストライク判定されるなど、 不運な側面があった球団記録の連続打点は10試合でストップしたが次の日の試合でしっかり結果を残した得意とする6月試合前時点で成績は打率点31011本塁打23打点オプス1.150をマークしていたシーズン成績では打率点32225本塁打65得点長打率640 オプス1.043、201塁打、48長打、ISO318 でリーグ8冠、に立っている。打点は62となり、オズナに誤差の3位。三冠王を視界に捉える、本塁打の自己最多は2021年の46本。年間50発ペースとした大谷は、どこまで数字を伸ばすだろうか。